の奥様、今月の歌舞伎ご覧になりまして。はあ、一昨日リツ子と見てまいりましたので。今月はとっても面白ございましたわ。岩井の奥さんご覧になりまして。はあ、宅が忙しいもんですから、もはた参りませんあの方、旗の博士の奥様でございますか。そうなんでございますよ。お待たせいたしました。本日皆様方のご出席を願いましたのは、我が学校当局が五類以上型の教育につきまして大変実績を上げておりますところのマザースアソシエーション、すなわち母の会についてであります。小学校時代と違いまして、これからの教育は大変難しくなりますから、そこで学校当局と皆様ご家庭とが緊密な連絡のもとに協力をいたしまして、純真な心を傷つけないように、かつまた無意識のうちに正しい人間の心というものを培うような教育を施したいと思うのであります。で、今日はその最初の集まりでございますから、種々皆様のご意見を承りたいと存じます。私はただいまの田村先生のご意見に賛成でございますが、皆さんはいかがにお思いになりまして。はあ、私も同感でございますわ。皆様も娘時代の経験をお話しになってはいかがでございましょう。え、さようでございますね。え、田村先生、読書の経験談などはいかがでございましょう。はあ、非常に参考になります。読書の選択は最も教育と重大な関係があります。波多野の奥さんはいろいろ変わった経験をお持ちになっているように聞きましたけど、お話しなさいましては。いいえ、私などダメでございますわ。恵子様のような音楽の天才のお母様ですもの、お話しなすってはねえ皆様。いいえ、何にもお話しするようなことはございません。奥様、ぜひお願いいたしますわ。奥様、そんなにご不謙遜なっちゃ嫌でございますわ。お話しくださいましよ。私は皆様のようにご立派な教育を受けております。娘時代働いてたものですから、どうか私がこれから話しますことお笑いくださいませんように。私は小さい時から講談ものが好きでした。ことに靴掛け時次郎のようなお話が昔はどんなに世話になったか知らんが、どう考えてみてもお姉さんは君のいい細工じゃなかったな。しかしあれは何とかして必要なだけの教養を身につけようと一生懸命努力してるんだ。だが所詮それも無駄な努力だ。日常生活にもいろいろギャップがあるだろう。見てくる、あれはいつも変わらない愛情を僕に下げていてくれるんだ。それには僕も実に感謝してるんだ。多少のギャップぐらい仕方がない。しかしひどいよ。だがこのままにしておくと今に君の社会的地位にも災いしてくるよ。やむをえん。もともと二人して築き上げた今の地位だ。あれのためにそれが失われるとしたら、もともとの裸一貫に変えるばかりじゃないな。だが君の博士に聞くと、最近君の学位論文がパスしたら医学協会から研究のためにどうやってやらされるというじゃないか。うん、留守中恵子さんの教育をどうする。こればかりではお姉さんでは心細い。それなんだ、それが唯一の気がかりなんだ。見てくる、どうかあれのために一つ面倒を見てやってくれないか。
それはできるだけのことはするがね。恵子さんは音楽の才能が非常に大きいらしいな、薫さんのように。3年ぐらいは時期経ってしまうよ。まあそれまで辛抱しておくれ。私お留守の間一生懸命勉強して、もうどこへ出ても恥をかかない奥さんになってます。まあそんなことはどうでもいいさ。それよりもくれぐれも体に気をつけて稽古を頼むよ。どうぞあなたもお気をつけたって。うん、ありがとう。それから稽古、お前お母さんの言うことをよく聞いて一生懸命に勉強するんですよ。はい、ね、お父様お土産出したら買ってきてちょうだい。よしよし。みんなどこ行くの？りっこさん海いらしたんでしょ？うん、私は山中湖行くのよ。そう？恵子さんどこ行くの？私はどこも行かないの。でも嬉しいことは一つあんのよ。どんなことだろうね。2、3日からお父さんがドイツから帰ってらっしゃるの。わあ。メンデルスゾーンのゴンデルリードよ。メンデルスゾーンのゴンデルリードかい？ええ、そうよ。お父様お帰りになったら弾かせてあげるの。メンデルスゾーンのゴンデルリード。ゴンデルリード。ねえ、お母様。あの花、とても立派だけど、この部屋にはちょっと不調和じゃないかしら。そうだったね。でもとても上手に生けられたろ。え、素敵だわ。お父様のお部屋を来ましょうよ。お父様きっと喜んでよ。そうだね。お前も手伝っておくれ。え、いいわ。お月は確か3時だったね。まあもうさっきから何度なることを言ってんだの。お母さんもお迎えにいらっしゃるんですよ。私は今日は遠慮しようよ。どうして？お友達もたくさんお見えになるだろうし、窮屈な思いをするより久しぶりに頭でも行ってお父様のお好きなごちそうでもうんとこしらえて待ってるよ。ねえ恵子、2年前から比べると母さんいろんなことを覚えたね。英語もいろいろ習ったし、生け花の免状もいただいたし。ええ、そうよ。お母様のご勉強には稽古だってとってもかなわないわ。でもドイツいらしてからお父さんはまた偉くなりだし、私はまた。お母様、もうそんなこと言わないってお約束だったわ。
それよりも早くお父様にごちそうをこしらえておきましょうよ。鈴木の洗いにアワビの水が、握り寿司に天ぷら、お蕎麦なんかもよくってよ。どうも。この浴衣もなかなかいいが、しかし僕はドイツで着慣れたガウンの方がどうも具合がいいな。結構すまないが、トランクの中にガウンが入ってるからね、持ってきておくれ。はい、私デパートで散々酔ってきたつもりなんですけど。うん、それはご苦労だったね。しかしその習慣というのか、締まりがなくていけないんだよ。私本当に気がつきませんで。お母様、私が持ってきますわ。コップは空っぽだわ。恵子はたびたび手紙をくれたが、お前がちっともくれなかったんで寂しかったよ。すみません、私手紙を書くのに10日も15日もかかるもんですから。だから恵子が代筆のつもりであんなにどっさり差し上げたじゃないの。恵子もだんだんピアノが上手になりましてね、名取になるのももうすぐでございますよ。この頃はあなたゴンデルリードのメンデルゾーンっていうのを習ってるんでございますよ。確かそうだったね恵子。ええ、そうよ。お母様よく覚えてらっしゃるわね。ねえお父様、恵子いろいろあなたりするもんがあるのよ。なんだよ。まずこの音楽家に連れていただきたいの。この方ね、最近フランスからお帰りになったとっても評判の方よ。うん、こんなお綺麗なのにまだ独身なんですって。なんていうピアニストだね。ねえ純次さん、私結婚してからもピアノのお稽古続けてもいい？もちろんですとも。結婚が天才を殺しちゃしょうがないじゃないかね。嬉しいわ。
ねえお父様、山中湖へ律子さんお母様と一緒に行ってらっしゃるのよ。ねえ恵子も連れてってちょうだいよ。うん、それもいいだろうな。どうだおいね、お前も一緒に出かけたら。ご遠慮させていただきますわ。どうしてだね。でも久しぶりでドイツからお帰りになったばかりですし、いろいろお客さんがあるといけませんから。Сегодня не пойдем, завтра или послезавтра. Согласны вы с нами? Да, да. Тогда пойдете, зайдите за мной. А, хорошо, как там готово, но только еще не вяжет. ございました。カオルさん、しばらく。お嬢様でございますか。恵子と言います。可愛いお嬢様ですわね。これもやはりピアノをやっております。ねえ、お父様は藤波先生をご存知だったのね。なぜ早くおっしゃってくださらなかったの。恵子もっと早く紹介していただけたのに。いや、そのあんまりお父さんの小さい時分のお友達だったんで、音楽会の時には分からなかったんだよ。しかしお前もいい先生ができて嬉しいだろう。恵子さん、遊ばない。ええ、お父さんも後でいらっしゃいね。ああ、どちらへ。さあ、そちら見に行っていただきたかったのに。ええ、後で聞いていただきます。あ、どうぞ。懸命勉強いたしましたわ。そうでしたか。いや、僕の研究もだいぶ目鼻がついてきました。順次さん、戦争はこれからも続きますのよ。覚えてなさいよ、知ってんのよ。あ、ちょっと待って、お父様は藤波先生にも入っていただくわね。どうやめるのよ、お父様が。僕はまだ職工となって働いている頃にいろいろ世話になったのが今の家内です。あなた教養のない女ですけれど、ただひたむきな愛情を僕に持っていてくれるので、僕もあれの恩義と愛情には一生報いてやるつもりでいます。結構ですわ。それに恵子さんのようないいお嬢さんにおありだ。
当にご幸福ですわね。幸福。薫さん。私、何もかも忘れて、打ち込むことのできる音楽というものがあるおかげで救われましたね。でも、女はいつまでも一人でいると、時々たまらない、寂しい影が心をかすめる時がありますのよ。でも、偶然こんなところで目にかかって、私とやっぱり純次さんとはご縁があったのだと思いますわ。僕だって、あの時身を引いたことは、間違っちゃいないかと時々考えることがあります。それはよく分かっています。決して私たちが悪かったのではありませんわ。私たちが。ずいぶん探したぜ。まあ龍作さんじゃないか。久しぶりだったな。お稲さん変わったぜ。何を言ってるのさ。でも本当によく訪ねてきておくれたね。うちはすぐそこなんだよ。お稲さんの様子が知りたくてな。ずいぶん豪勢なところに住んでるじゃないか。今度は運転待ち取ってるよ。一歩つけたわかな。医学博士、順次さんは出世したもんだな。箱根へ出かけてて留守だとは残念だが、さっきからご自慢ばかり聞かされてるが、その恵子さんっていう可愛い娘さんにもお目にかかりたかったな。それで龍作さん今何してるの？いい年をして競馬の飲み屋で商売さ。地道に稼がなきゃならねえと思ってながら、ついずるずるこんなことになっちまった。育児のねえ話さ。みんな私のためかね。冗談じゃねえよ。お前のせいじゃねえよ。巡り合わせが悪かっただけだ。だがお稲さん、おめえ昔みたいに元気がねえぜ。なんだか浮かねえ節々が見えるようだが。わかるかい？あの人が出世するにつけ、つくづく自分が惨めに思えてならないんだよ。なるほどな。無理もねえよ。俺たち下の世界の者はいくらあがいてももう一息ってところで上の奴らと気が合わねえ。どうにもならない隔てがあら。それに世間といううるせえもんもあら。龍作さんは昔からよくそう言ってはくれてたけど、本当にどうにもならないもんかね。気に合うことはねえよ。お稲さん今でも純次さんに惚れてるんだろ。それでいいじゃないか。龍作さん、今日はゆっくりしておくれよ。うん、ごちそうするから。いろいろ聞いてもらいたいことがあるんだよ。昔の友達って本当にいいもんだね。友達か。俺も嬉しいや。ごめん。ごめんください。順次君いますか。先生にピアノを聴いていただくんでしょ。え、どうした？なんか嫌なことでもあったのかい？結構お母様が恋しくなった。ね、お父様早く帰
ルス中にそんな変な男と借りするなんて、きっと初めから打ち合わせがしてあったんでございますのよ。波多野さんは宅の後輩でございましょ。私も黙っちゃいられない気がいたしますの。それにあの奥様の電信は情報だったじゃございません。どんなに成り上がってもやっぱり情報と申しますものはね。ああ、ああ、ようございますか。それでなくとも、世間で私たち上流社会の者たちの銀行のことを高く持っている時でございます。いや、もう徹底的な調査が必要でございますわよ。よほど恵子はお母さんが好きらしいね。急に恋しくなっちゃった。ねえお父様、お母様を不幸にしちゃいやんよ。もうどこへも行かないでちょうだいね。いいこと二人でお母様を大事にしてあげる。よしよし。何かご用ですか。あ、まあ、どうぞお帰り。よし。日本へ帰ったばかりの君にこんなこと言うのは全く残酷のようだが、ぜひ君でなければならないと考えて相談するんだが、うん、僕でできることでしたら何でも。実は最近満州に病気不明の熱病が流行して非常に心配してるんだ、うんうん、どうだその研究に法典の医大附属研究所へ出かけてくれんか。法典、お役に立つことでしたら何でもいたしましょう。いや、ありがとう。これで私も安心したよ。全く安心したよ、うん、ところで順次君、また君が長い間留守になるのについて心配なのはお稲さんのことだが、いろいろ評判も立っている。いろいろご心配をかけて恐れ入りますが、あれは僕の家内です。僕はきっと立派な女にしてもいい。またお別れでございます。今度は私、なんだかもう二度とお目にかかれないような気がして、心細く。すまないが、大事な研究のためだ。しっかり留守をしていておくれ。一緒に連れて行ってやりたいのは山々だが、稽古の学校のこともあるし、ことに行く先は恐ろしい病気が流行っているところだからね。しかし、来年の夏休みには何とかして一度帰ってくるよ。お待ちしております。きっとお待ちしております。になったお父様からね、お手紙が来たのよ。恵子の誕生日に皆さんお呼びしたらどうだって。まあ、恵子さんの誕生日っていつ？あさって。来てください。もちろんよ。みんなで行きましょうよ。時間6時よ。来てくださるわね。リツコさんに山内さん、ここがお母様、磯野さんに田村さん、お母様の席そこよ。まあ、私のも取っちゃうのか。ちょっと座ってみてちょうだい。恵子、もうお寿司もできたよ。お汁粉の用意もいいよ。まあ、嬉しいわ。そろそろ皆さんいらっしゃる頃ね。皆さんが揃ったら、母さんもご挨拶しなくちゃいけないね。ええ、してくださる？うっかりしたことは言えないね。稽古の恥になるし、なんて言ったらいいだろうね。なんでもないじゃないの。まずこうするのよ。皆さんよくいらっしゃいました。今日は稽古の誕生日の心がかりのお祝いで
何にもございませんが、どうぞごゆっくりお遊びくださいませ。恵子、なかなかうまいじゃないか。ちょっと帰ってくれないかい。かなで、母さんすぐ覚えちゃうから。あら、お母様、過去ほどのことでもないじゃないの。よくって皆さん、よくいらっしゃいました。お母様、ちょっとやってごらんなさいよ。ねえ、ねえお母様、ねえ。皆さん、よくいらっしゃいました。今日は恵子のお誕生日で、今日は恵子のお誕生日で、心ばかりのお祝いを、心ばかりのお祝いを。はあ、私どもの律子も呼ばれているんでございますよ。でも、あんな不自然な家庭娘を出すなんて、とんでもないことでございませんか。もちろんでございますわ。はあ、早速女中を断らせにやらせますわ。宅の名誉にも関わることでございますものね。それはどうもわざわざありがとう存じました。はっはっ、断然断らせますですわ。なお、宅からも皆様お知らせいたします。はっはっ、ではごめん遊ばせ。皆さん、よくいらっしゃいました。今日は恵子の誕生日で、何もございませんが、心ばかりの。ねえ恵子、どうしたんだろう。皆さん遅いね。ねえ、皆さんどうなすったんだろう。日をお間違いになったのかしら。誰から？律子さん、お風邪でいらっしゃれないって。お断りなの？今度はきっとそうだよ。今井の宅でございますが、お嬢様が今朝ほどからお腹がお痛みになって、今日は失礼させていただきます。それから山の内様に、江波様からもお断りのお言づけを伺ってまいりました。ではごめん遊ばせ。いいじゃないか、誰も来てくれなくてもいいじゃないか。母さんと二人でお祝いしようよ。ねえ恵子、さあお菓子に火をつけ。このチラシは恵子の大好きな卵焼きと小鯛の身がたくさん入ってて美味しいよ。たくさんお上がり、食べきれないほどあるんだからね。お母さん、
ただきます。おいしいかい？恵子、今日の卵焼きは特別おいしいの。行ってまいります。行ってまいります。藤波先生の音楽会の切符じゃない。9月20日なんだ、日はとっくに過ぎてるのに。変だね。どんな音楽会にも必ず行くのに。恵子さんのお母様って昔旅行してたんですってね。そうよ。うちのお前は言ってたけどね、お父様がお留守なもんで昔の友達も大勢出入りしてるの。そう。だからうちで遊んじゃいけないって言うんだわ。嫌だわ。この間から皆さん意地悪におなりになったわ。そんなことないわ。ねえ。そうよ。この間のあなたのお誕生日にお伺いできなかったの、風邪をひいたからだってお断りしたいじゃないの。私だってお腹痛かったのよ。この間のことは何とも言ってしまいます。だから仲良くしましょうよ。あなたと遊んじゃいけないってママに言われたのよ。どうしてなの。私にはわからないわ。あなたのお母様に聞いてごらんになるっていいわね。え、皆さん。そうよ。そうよ。お母様に。ええ、お家へ帰ってよく聞いてごらん。すいません、私にもわかりませんのよ。
の何ね。この間順次さんの留守に上がり込んでるところを何とかって弁護士に見られたろ。それでお稲さん変に困ってやしねえかと思って心配でちょっと寄ってみたんだよ。あんなことは何でもなかったんだ。龍作さんにまで心配かけてすまなかったね。お稲さん何かあったんじゃねえのか。いいえ、それよか龍作さんひどいなりしてるじゃないか。うん、長年やってても競馬というとはなかなかうまくいかねえや。近頃はとんと大しけさ。お金がいるんじゃないのか。何を言うんだお稲さん、まだ小敷の真似はしに来ねえや。時にお稲さん、娘さんはまだ帰らないのか。ご自慢の恵子さんは。じゃあぼつぼつ帰るかな。こんな周りで営業してお稲さんの迷惑になるといけねえからな。困ることがあったら順次さんは留守だし何でも相談に乗るで。ありがとうよ。ただいま。恵子が帰ってきたわ。そうか、ぜひ一度お目にかかりたいと思ってたんだ。なるほどな。いい娘さんだ。お稲さんの自慢するのも当たり前だ。恵子、元気がないね。どうかしたのかい。おじさん、帰ってちょうだい。お願いだわ。帰って、そしてもう二度と来ないでちょうだい。おじさんのためにお母様はどれだけ迷惑してるかわからないんです。だから帰ってちょうだい。恵子、どうしたの。何を言うんだね。龍作さん悪い人じゃないよ。ほら、こんなお土産まで持ってきてくれたんだよ。こんなものいらないわ。龍作さん、この子は今日どうかしてるんだから気を悪くしないでおくれ。すっかり読めたぜ。やっぱり俺が心配していた通り、暇のある奴らつまらねえ噂を立てて喜んでやがるんだな。龍作さん、私は。お稲さん、心配するなってことよ。俺は帰るよ。龍作さん、ちょっと待っておくれよ。お稲さん、俺はもう二度と来ねえよ。お母様、龍作さん、行っちゃいけない。お母様には稽古しかないのよ。そんなおじさんなんか、あげおじさんなんか。さよなら、お稲さん。娘さん叱っちゃいけねえよ。うんと可愛がってやんな。
ません。いいえ。お怪我ありませんでしたか。ええ、私ぼんやりしてたもんですから。いや、僕が下手なんです。あの、どうぞご心配なく。そうですか。本当に失礼しました。僕、鏡っていうんです。この先の別荘に母と一緒に来てるんですが、あなたはロッジですか。いいえ、あのホテルですわ。じゃあ、律子さんの友達ですね。ええ。僕たちのグループですよ。明日、みんなでボートに乗りませんか。ええ、ありがとうございます。じゃあ、さよなら。ええ、私もあの子のおかげで生きがいがあるのでございます。でも私が無教育なものですから、あの子も肩身が狭いだろうと思いましてね。そんなことお考えになってもいけませんわ。恵子さんは今日どちらへ。律子さんたちとボートに乗るって言って出かけましたの。鏡さんとかおっしゃる学生の方と一緒で。恵子さんのことですよ。あの、ご存知ですか。ええ、よく存じておりますわ。有名な実践家のご次男ですの。ご紹介いたしましょうか。いいえ、後で結構でございます。なかなか快活な方ですわ。スポーツマンでいらっしゃいますのよ。確か来年ご卒業だとか伺いましたけど。まさかあのモーターボードですわ。恵子さん、いいお友達ができて結構ですわ。お幸せでございますから、よろしくお願いいたします。東京へ帰っても交際していただけますか。早くあなたのお母さんに紹介してください。今夜みんなにおごりを。お母様たちも呼ぼうね。じゃあ許すわ。恵子さんのお母さんもぜひ呼びましょうね。そうね、それがいいわ。じゃあ大急いで帰って支度しよう。みんな、さあ、いらっしゃいね。お父さんよ。おきれい。Wunderbar, Sie mal den Fuji sang. Ja, wundervoll.きれい日本のお嬢さんのお母さん、お友達になっていただけませんか。私たちと一緒にお茶を飲みませんか。どうぞ。いいえ、結構です。肌の奥様、恵子様からお電話でございます。いいね、無駄マークにしてまはり。お電話はあちらでございます。もしもし恵子。え、恵子ですか。しますと音楽会の15、16日の母さんはね、え、注目は先生になります。なんだ、なんですって。え、あのね、お母様、今晩鏡さんのお宅でご馳走するから、お母様もぜひいらっしゃいって。電話が遠くてはっきりしないんだよ。え、鏡さんの別荘へ。母さんに。嫌だよ恵子、母さんは。ねえ恵子、母さんこのホテルにいるのが嫌になったんだよ。母さんを一人ぼっちにしておくなんて。恵子、母さんはね、そんな実業家の偉い方の別荘へ行くなんてまっぴらだよ。ねえお母様、何をおっしゃるのよ。お母様。恵子、悪いけど許しておくれ。本当に母さんがバカなばっかり。
いえ、お前に言ってるんじゃないんだよ。ねえ恵子、それにさっきも外国人がね、母さんのとこへ来てね、手を握ろうとするんだよ。母さんそれが嫌で嫌でね。それにここの人たちは私の顔を見てジロジロ笑うんだよ。人に笑われて窮屈な思いをして、こんな高いホテルにいるのはバカバカしいじゃないか。それに私は喉に何も通らないし、夜はベッドでおちおち寝られないんだよ。ねえ恵子、ここは私の肌に合わないんだから、今日すぐ他の宿へ。恵子、すぐ帰ってきておくれ。もしもし、もしもし、客の後輩の肌のという岩川博士なんでございますよ。あ、藤波先生はよくご存知なんでございますからね。あの、私ちょっと失礼いたします。いつかご主人のお留守にこんなことがございましたの。お母様何とおっしゃったの。少し加減が悪いもんで失礼します。あら、意味ないな。ねえ恵子さん、恵子さんのお母様ってとっても面白い方なのよ。楽しみにしてたのに。でも恵子さんだけは来るでしょ。私心配ですからよします。あなたのお母様でもご病気になるの。失礼しますわ。じゃあ恵子さん送りますよ。いいんです、いいんです。と言ってしまいました。お恥ずかしい話ですけど、こんな立派なところへ来たことがございませんから、さぞ皆さんに笑われたことでございましょうね。まあそんなこと気になさることありませんのよ。恵子もこんな母親を持って、さぞ恥ずかしいと思っていることでございます。そんなことおっしゃっちゃいけませんわ。恵子さん、どうお怒りになりましたよ。お犬さんとおっしゃる方、無教育な女皇甘えでございますからね。どうでございますの。まあ、話にも何もなった方じゃございませんわ。奥様もよくご存知でございましょう。奥様のおっしゃる通りです。私も京都行きは本当に明らかってしまいましたわ。相方、母の会から除名すべきだと思います。本当に同感でございますわ。あんなお母さんにどうして恵子さんのようなお嬢さんが生まれたのか、不思議なようでございますわ。全く別というものを争われませんわね。あんなお母さんがついていたんで、お嬢さんも誰なりでございますわ。どこでもお嫁さんを取るときには、そのお母さんも問題になりますからね。ええ、その話でこの間も律子と大笑いしたんでございますよ。律子が申しますのに、あんなお母さんがいたら感動しちゃうなんて。それに皆様、面白いじゃございませんか。藤波先生が畑野さんの若い時の恋人だったと申すことでございますの。奥様をお持ちじゃ、今だってどんなご関係だか分かったもんじゃございませんわよ。先生、自動車に気をつけるんですよ。恵子さんによろしく。行ってまいります。
子さん、どちらへ？あ、おじさま、こんにちは。ちょっとお友達のところへ。あ、そう、それはいい。お母さんは？お家？ええ。山中湖のホテルでまた大変なことをしてしまったそうだね。困ったもんだ。恵子さんもとんだ恥をかいたね。いいえ、でも恵子よく考えましたの。恥ずかしいなんて思ってもいけないって。恵子、誰に向かっても私のお母様ですって立派に言えるようになりたいと思いますの。急ぎますから。黙ってそこへ判押しになればいいんですよ。この紙に判押しますと、私はもうあの人の家内で亡くなるんでございますね。そうです。あまり難しいことを言ってもお分かりになる前が、つまりそれで夫婦別れが成立するわけですな。恵子は、恵子はどうなるんでございましょう。法律上当然あなたの手元を離れるわけです。私一人のことならいつでも決心はつくつもりでございますが、恵子と一緒に暮らせないことを思うと、それに恵子が母親もなしに結婚するのかと思う。でもこの話はあの人も知ってることでございましょうか。私は木村博士の依頼を受けてきたんです。つまり皆さんがあの人のために、恵子のために、私のようなものがいるのは良くないとお考えになるんでございますね。そうです。よくわかりました。何をするんですか、お姉さん。身の振り方は私自分がつけます。人様にご厄介をかけたくございません。やっていただいても、私何とご返事していいか分かりませんわ。ごもっともでございます。でも私決心をいたしました。私のような母親がおりますと、稽古を不幸にするばかりで、つくづくそれが分かりました。稽古さんは私も本当に好きでございます。他人のような気がいたしませんの。ピアノの方は及ばずながら私が引き受けて、きっと立派な音楽家に一目にかけます。ありがとうございます。それほどおっしゃってくださるのでしたら、恵子の母親になってやってくださいます。お願いでございます。そんなことおっしゃってはいけませんわ。それに主人とあなた様とのことは、それは、いいえ、何にもおっしゃいます。その噂を気にして申し上げているのではございます。私のような無教育なものでもよく分かっておりました。私何と申し上げていいか分かりませんわ。お願いでございます。カオル様、恵子を幸せにしてやってくださいます。お願いでございます。でも奥様、誰でも本当のお母様と一緒に暮らすのが何よりも幸福だと思いますの。たとえどんなことがありましても。いいえ、私がおりますと恵子も一緒に世間様から笑われます。いいところからもお嫁にもらっていただくこともできます。
私はそれが一番かわいそうなんでございます。そんなに思い詰めになって。奥様、お気持ちを静めくださいまし。恵子さんのためをよくお考えになって。そんなことをおっしゃらずに私が身を引くのが一番いいのでございます。恵子の幸せのために、ただそれだけなんでございます。奥様をあんなに深く純次さんを愛してあげてくださいました。それだけではダメだったのでございます。私もいろいろ及ばない努力をいたしました。でもダメだったのでございます。お茶。もういいのか。今朝何だか少ないようじゃないか。あら、いつもと同じじゃないの。三杯。そうだったかね。いやだわ。それよりもお母様ちっとも召し上がらないじゃないの。なんだか少しお腹の具合が悪いんだよ。そう。じゃあお薬を飲みなさいわ。いいよ、後で飲むから。忘れちゃダメよ。あら、格好遅くなっちゃう。ねえお母様、健吾さんね、お母様に会いたがっていらっしゃったわ。ねえお母様、二三日うちにきっと会ってくださるわね。恵子。何？スカートが破れてるよ。針箱を持っておいで。あら、そう？ちっとも気がつかなかったわ。どこ？後ろだよ。お母様、早く乗ってちょうだい。藤波先生好きかい？ええ、大好きよ。でも、ただ尊敬してるだけ。お父様は？もちろんよ。母さんは？あら、嫌だわ。お母様、今日どうかしてらっしゃるのね。じゃあ、龍作さんは？そうそう、お前は大嫌いだったね。ねえ、恵子。母さんがいなくなったらお前どうする？お母様、本当に今日はどうかしてらっしゃるわ。変なことばっかりおっしゃるんですもの。ねえ、早くしてちょうだいよ。ねえ、学校遅れちゃうじゃないの。そうだったね。夕べの夢見が悪かったんだよ。母さんね、難しいお父さんも嫌、うるさいお前さんも嫌、何もかも嫌になったんだ。お母様、私をからかってらっしゃるのね。きっとそうだわ。恵子、そんな話大嫌い。もう時間だわ。行ってまいります。別れだというのに、なぜいつものように頬をたたえてくれなかったんだ。恵子、
何でもないんだよ。みんながお手玉があんまり上手だからさ。あたいに一緒にくれるといいな。あたいにもちょうだい。あたいにもちょうだい。はい。はい。どうもありがとう。おばちゃんありがとう。いいおばちゃんだな。ねえ、この辺に田中隆作さんってうち知らない？競馬のおじちゃんだろ。あそこの2階にいるわ。ありがとう。私と二人で一生懸命探しましょうね。きっと見つかると思うわ。深い心があってのことなのよ。どこにいらしても、どんな暮らしをしていらしても、お母様はきっと恵子さんのことを愛していらしてよ。その心には変わりないと思うわ。でも甘えだと思いますわ。恵子こんなって。恵子さんの気持ちもよく分かってよ。お父様にも早速お手紙でご相談しましょうね。恵子さん、それまで私どこにいたらいいんでしょう。ここにいらしたらいいじゃないのね。そしてちょうだい。恵子さんは何にも考えないで、ただ勉強だけしてらしたらいいのね。決してお母様をお恨みしてはダメよ。今にきっと本当の心がわかるわ。いいえ、私にはわからないわ。やっと笑ったね。恵子さん、僕安心しましたよ。この頃ちっとも笑わないんだもん。まあひどいわ。僕一つ聞きたいことがあるんだけど。聞いていい？え、これからずっと藤波先生のところにいらっしゃるんですか？お母様はどうなってたんですか？嫌だな、また寂しい恵子さんになっちゃった。恵子さん、お願いだから聞かないでちょうだい。今にきっと何もかもお話しする時がありますわ。難しいんだね。それじゃ聞かないと。だけど小柄から恵子さんの方が好きだな。ほら。
ところを間違えるの？すいません。恵子さん、あなたまたお母様のことを考えていらっしゃるんでしょ？そんなにお母様のことを考えないで、さあもう一度初めからやってごらんなさいね。恵子さんが君に手紙を出した翌日、お稲さんはとうとう家出をした。それは僕はすぐ手紙で知らしたね。ところでそのお稲さんの家出の原因だが、実は僕は君の博士に頼まれてお稲さんのところへ君との離婚を勧めに行ったことがある。え、待ちたまえ。しかしそれは根本的な原因ではない。結局君があれほどまでに忍耐した趣味や教養のギャップが原因なんだ。君が昔のような一色子ではなく、現在のような地位と名誉とを得ている以上、どうしてもそれにふさわしい配偶者が必要だし、同時に恵子さんにもまたそれにふさわしい母親が必要なんだ。まあ、無論お家さんは一生懸命努力はした。それは僕も認める。が、しかし、ついにそれは無駄だった。お兄さんはその努力に敗れたんだ。敗れた結果、自分から身を引く決心をしたんだ。井出君、あれは今どこにいるんだ？僕はあれにあって家出なんかする必要ないことをどこじゃないか。君の気持ちはよくわかるよ。しかしこれを機会に君もさっぱりときれいに別れてあげたまえ。その方がお稲さんのためにもかえって幸せなんだよ。幸せ？そうだ順次君、実はお稲さんは元の人間に帰ったんだよ。そっとしておいてあげたまえ。結局収まるところで収まったんだ。この際君が取るべき道はただ一つ、カオルさんと結婚することだ。井出君、それより僕は恵子のことが心配だ。安心していたまえ。カオルさんがちゃんと守っていてくれるよ。もうここへ来る自分だ。
もう寒いや。龍作さん、仕事の口はあったかい？喜んでくれ。東進製薬に臨時工の口が見つかったで。まあ、よかったね。お稲さん、今日お前さんをとても喜ばせることがあるんだぜ。当ててみな。やぶから棒に、なんだね。じゃあ言うから、今夜一本つけてくれるかい？知らさないで言っておくれよ。ラジオ版を見てみな。まあ、稽古。龍作さん、これ稽古じゃないか。そうだよ。よく読んでみな。新進ピアニスト畑野恵子さんの独奏。ラジオを楽しみにして待ってらっしゃる方があるのを忘れちゃいけませんよ。お待たせいたしました。ではただいまから今晩の演芸放送に移ります。最初はピアノ独奏、新進ピアニスト畑野恵子さんの演奏であります。曲目は3つございまして、まず初めはメンデルスゾーンの作品30番ゴンデルリード。するといよいよもう行動基地の来るのを待つばかりだな。
ありがとう。これでいよいよ稽古も本当に幸せになれるんだ。しかしこうなってみると何から何まであらゆるものの中にお稲さんの気持ちの生きてることがしみじみわかるような気がするな。いつか君はあれが努力に負けたと言ったが、こうなると勝ったかもしれん。ねえ純次さん、私もっとお稲さんに喜んでいただくことがありますのよ。ん？何です？私だけが知ってること。いえ、恵子さんの結婚式の当日には分かっていただけるかもしれませんわ。ねえ龍作さん、あんたの仕事も決まったし、それに恵子の結婚も決まったそうだよ。私なんだかもったいないような気がして。お稲さん、おめえ相手だろうな。おめえさんの気持ちはおら。いいんだよ、私はこれでいいんだよ。これからもう苦労はしたくないからね。ねえ龍作さん、広い世間には私のような母親だって。お稲さん、分かってるよ。お前さんのような立派な母親は世の中にそうざらにねえと俺は思ってるよ。大いまりでいていいぜ。今日のあなたの幸福はどこで暮らしていらしてもきっとお母様の心に通じているわ。一生忘れることのできない深い深いご恩なのよ。
ね、怪我はなかったかね、交通が頻繁なところに立って危ないや、新鮮にはいかんね。どうもすみませんでした。どうしてこんなところに立ってんだね。さっきのお嫁さんがあんまり綺麗だったもんですから、つい見とれて、本当に綺麗なお嫁さんでございましたわね。